ボーロス・ボーロスあるいはベーレスは、スラブ神話の神である。ボーロスの名前に似たロシア語ボロスが、毛髪、バラスティッチが熊の意味語である、ケムクジャラを指すことから、熊と関係する、獣の姿をした神という説がある。ザボールジエ地方では、ボーロスは熊への信仰に関連付けられた。ボーロスは、原初年代期907年、及び971年の項では、 家畜の神とされている。また、夜空の星を放牧された家畜に見立て、ボーロスをそれらを見守る月神ともみなすこともあった。人々にとって家畜が重要な財産であったことから、その守り神である、ボーロスは財宝や法上多産も司るとされた。ボーロスについては、ルーシとビサンティン帝国との間で907年、945年、971年に、 締結された平和条約の中に、ペルーンと共に、重要な役割を担った旨が記載されている。また、現初年代記では、907年のルーシによる、コンスタンチノープル攻略後の平和条約の締結の、際、ルーシの戦士たちが、ボーロスとペルーンの前で武器に誓いを立てている。このように、ペルーンと共に、重要視される神格ながら、キエフ大公ブラジーミルが作らせた、 キエフの丘の6体の心臓には、ボーロスの像が含まれていない。おそらくは、軍神として、戦士たちと守護するペルーンとは役割が異なり、一般の人々にとって、より身近な存在として、キエフの丘にペルーンらの像が置かれる前にすでに、ボーロスの像が丘のふもとにあっただろうと考えられている。ロシアノブゴロドにあるロシア建国千年祭。 記念秘蔵のバリアーグ招致の場面に作られたボーロス像988年、ブラジーミルは古来の宗教からキリスト教へ改修することを決め、家臣たちにも洗礼を受けさせた。それまで多くの商船が出入りするポチャイナ川の下流にあるキエフの市場に置かれ、ルーシを豊かにする商業活動を見守り続けていたボーロスの心臓は信仰を失い、ポチャイナ川に投棄された。 ロストフにあった心臓も、聖、アブラーミーによって壊され、その後には、キリスト教の教会が建てられた。こうして、古来の神々は、異教とみなされ、排斥されていった。しかし農民たちの間では、ボーロスは、家畜の守り神として生き続けていった。19世紀に入っても、なお農家の女性たちは、ボーロスへ生贄を捧げる儀式の名残のように、 収穫した麦の一束を畑に残していた。また、家畜を守り放状多産をもたらすボーロスは、キリスト教に取り込まれると、ギリシャの聖ブラーシー崇拝にも集合した。ボーロスとベーレスとは、多くの人が同じ神の異名だと考えている。しかし北部ロシアに見られるベーレスの石像は、家畜の神と呼ばれた痕跡がない。また、一方でリトアニア語エリーズが、死者。 リトアニア語やチェコ語のビアが悪魔という語に遡ることから死を司る神ではないかとの説もある。文献においてはベレスの名は西スラブや南スラブで多く見られ、そこでは死の他に歌ともしばしば関連付けられている。そのためベーレスには死を司る神という説もあるが、12世紀に書かれたイーゴリ軍記では銀遊詩人のボヤーンがベーレスの孫あるいは ベレスの末裔と呼称されている。こうしたことから、ボーロスとベーレスは必ずしも同一の神格ではないという意見が少なからずある。ベーレスの名は南スラブの地名にも残り、マケドニア共和国の町ベレスもこの神の名前からとっている。なお、16世紀のチェコ語文献にはベーレスが悪魔を指す要例が見られる。ありがとうございます。